ウィキペディアには、上津文は、いわゆる腰古伝と呼ばれる文書の一つであり、一般に義書とされる。上ヶ谷吹会津王朝を含む古代日本の歴史などが豊国文字で書かれている。1837年、天保八8年、に、文語国、現在の大分県で発見された。上津文、上津文、上津文、上津文とも書き、 大友文献、大友文書などともいう。人大文字の一種である報告文字で記されている。上津文の序文には、1223年、定追二2年、に、源頼朝の落院とも伝えられている、文国西語の大友農事家が、新針の木や高千穂宮寺家文等の古文書をもとに編纂したとあるが、一般に史実とは見なされていない。内容は、 東吹大輔王朝に始まる神武天皇以前の歴史や天文学、歴学、医学、農業、漁業、夜勤等の産業技術、民話、民族等についての記事を含む博物史的なものである。例えば、上津文によると、神武天皇は鵜飼吹会津王朝の第73代であり、中国に農業や文字を伝えたのは日本であり、日本では、 精密な独自の太陽暦があったことなどが記されている現存する上津文の写本には宗像盆家と大友本家との2つの系列がある宗像盆家文後国大野郡長谷村現在の大分県文郷大野市大谷地区の宗像家に伝えられていた古文書国学者幸松榛坂が筆写したものである19世紀初頭 宗方神社の宮司の一族を称する大野郡長村の庄屋宗方良造が神の文として伝わる特殊仮名で書かれた古文書の鑑定を岡藩を訪れていた京都吉田神学館の玉田久司教に依頼したが義書と断じられた良造の死後の1831年天保2年にこの古文書は府内の国学者雪松平田寂の手に渡り解読が進められた 雪松は1848年、吉見永元年に、文字を普通仮名に改めた写本を完成するとともに、1872年、明治5年には、原書の特殊仮名のままの写本を完成させた宗方本。両造の妻の実家に保管されていた原本は、1873年、明治6年に洪水で流され消失した。方本は 現在、橋爪家に所蔵されているため、橋爪本とも呼ばれる。1935年、昭和10年に、角見文化研究会から刊行された上津文は、野津町の安藤一馬が宗方本を所詞した安藤本を定本とするものである。大友本家 文後国海府軍九所福く村現在の大分県九所市福くの旧家大友家に伝わっていた写本である1873年明治6年に上津文の写本が九所の旧家大友家に秘蔵されていることが分かり大友本旧九所藩の国学者春道いますが1875年明治8年に 大友本の輪車底本に用紙を重ね書写することを完成させた春道本大友本は現在大分県立図書館に保存されているまた春道本は2006年平成18年に旧書籍に寄贈され旧書籍登録文化財に指定されているつまりよく知られる天照大神を訴訟し第一代神武天皇から 始まり現在の平成天皇に至る万世一慶の天皇の話645年中野大江の王子天智天皇と中富の鎌足り藤原の鎌足りが天皇の側近でどう体とも言えるし蘇我氏を滅ぼしたすぐ後8世紀初め天武天皇天智天皇の弟の死後天武天皇の正妻持光天皇天智天皇の娘と藤原の父と鎌足の息子が。 女帝持ち光天皇を外し我が子孫から始める将来を正当化するために天照大神という女神を外する神話を作り上げ蘇我氏を滅ぼしたことをも正当化し藤原氏が蘇我氏にとって変わったことを示すかのように「日本書紀」を編纂したその時たたり神天皇以前の天皇をあやふやな歴史で描きその僧女神とすることで鵜や吹会ず王朝を歴史から抹殺した と考えるのは、私だけでしょうか。